What's up? キャプテントラジオです。今回は FC マスターの誘いを断ると吊るし上げ、 FC の悩みまとめというテーマでお送りします。さて本日は FC に関する悩み相談をいただいております。1つ目、マスターの誘いを断ると吊るし上げ、質問読み上げます。田次郎さんはじめまして。3年ぶりに FF14 に復帰し、いろいろ戸惑う中で田次郎さんの動画を参考にし、なんとかメインを終えました。ありがとうございました。いや、よかったよかった。さてメインが落ち着いたところで FC 加入に興味が湧いてきました。しかし自分は FC というものにあまりいい思い出がなく少し迷っています。一番最初の FC は新生序盤に勧誘され、よくわからないまま加入しました。マスターが世話好きな方で、毎日進捗を確認され、次は〇〇をやれなど指示されていましたが、それが監視されているようでしんどくて脱退。2番目の FC は同世代が集まる FC で、自分で見つけて加入しました。ですがこちらはマスターや幹部の誘いを断ると吊るし上げられる恐ろしいところでした。当時グレン中だった自分はメインクエストのムービー中で、マスターたちの誘いに気づかないことが数回あり、案の定集中砲火を浴びて逃げるように脱退しました。これらはかなり極端な FC だと思いますが、程度の差こそあれ、 FC はどこも濃いめの交流が求められるものですか？自分としては普段はそれぞれ好きなことをやり、時々声を掛け合うくらいがちょうどいいと思うんですが、それなら FC よりクロスワードリンクシェルの方がいいですか？アドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ってことで、まあ、この方の悩みを改めて予約すると、〇〇やれと FC では指示されるものですかっていうことと、誘いを断ると評価悪いのということと、 FC よりクロスワードリンクシェルの方がラフということで、これらについて考えていきたいと思うんですが、まず大前提として、フリーカンパニーは基本的に交流を目的としている人が集まりやすいということは認識しておいた方がいいです。 FC に入ると FC アクションとかシステム的にもお得なこともあるんやけど、基本は誰かと話したり一緒にコンテンツを遊んだり、時にはゲームのシステムとは直接関係ないユーザーイベントを開いたり、いろいろ MMO としての遊び要素が満載で、まあ、そういった体験を求めたりとか、そういうことができたらいいなと思っている人がある程度います。つまり交流を前提としているところがほとんどなんで、交流するのが面倒くさい、嫌だけど FC アクションだけは欲しいって人は FC には向いていないってことを前置きにして、それぞれの視点で考えていきましょう。でまず〇〇やれと指示されるものなのかってことから話していくんですが、マスター視点からすると進捗を確認することは、これね、あるにはあります。それは進行度がある程度分かることで、他のメンバーとブッキングするために、こう一緒になんか遊べるようにって手配できる風に考えるし、まあ、自分自身もレベルレとか声かけをした時に一緒に行けるねっていう風に判断できるから、交流するための資料として進捗を確認すること、これあるにはあります。まあ、マスターによってはそこで明らかに非効率なこととかしてたら、こうした方がいいよっていうね、声かけをするのはこれ言いがち。自分もたまにはそういうこともあったんやけど、今は特に何も言わないようにしていて、本人の自由に好きに遊べばっていう感じでね、特に何も自分は確認はしてません。ただね、 FC の環境とか成長具合にもよるんやけど、ストーリーが追いつく、今やと黄金のレガシーを終わらせたっていう人も多い中、こう FC 内で黄金のエンドコンテンツの募集の声かけが飛び交うってことがあったりします。でこの時にストーリーを追いついてない人が、自分が参加できないなっていうことを認識もするし、レベルレとか募集があったとしても、エキルレを先に行った流れでそのまま同じメンバーと行くこともあったりするから、ある程度同じメンバーが固まって動くってことは必然的に多くなってきます。なのでマスターからすると、一人放置させるのはかわいそうということで、進捗を確認して一緒に遊べるように促すっていう優しさのつもりで声をかける人は結構ね、これいるんじゃないかなと思うところではある。ただこの時にこのマスター自身が、まあ、伝え方が下手だったりするっていうのと、まあ、どうしてもいろんな経験があって理解してるがゆえに効率的な話をしてしまうんで、それ求めてないんだよなーっていうことになって、まあ、初心者の人はこれに戸惑ってしまうと思うわけよ。と言ってもね、これはね、受け取りの人によっても異なってくるっていうのがあって、まあ、例えばね、その人を放置したとしたら、放置しないでほしい、自分も一緒に遊びたいけど声もかけられないって人もいれば、質問主のようにいらん声かけないでほしい、ある程度放置してほしいって人もいたりするから、これがマスターとしては判断が難しい要素でもあると。だからたまにでもいいんで、何かしらの意思疎通をできる場があると、まあ、どういった対応すればいいかっていうのも分かってくるし、多分良かれと思って声をかけるマスター多いと思うんで、嫌なら嫌とマスターにちょっと意思を伝えるのもいいとは思う。でそういうのも面倒やけど FC にはやっぱり興味があるよっていうんだったら、そういった望んだ環境を作るためには、自分が FC マスターになって FC を作るっていうのも一つの手っていうのを覚えておいてください。まさに自分がこれ体現していることで、自分もね、最初ね、なんか知らんところの FC 入ってなんかつまんねえなと、
これなら自分がやった方が自分が面白いと思える環境を作れるなと思って AFC を作り出したのがスタートで、今ね本当にね恵まれた環境で仲間たちと遊んでいるんで、もし FC を作ることに抵抗がないんであれば、これはね個人的にはおすすめしたいとこではあります。で、次にマスターとかの誘いを断ると評価悪くなるのって話なんですが、ちょっとねこの質問にあった誘いを断ったら吊るし上げられたっていうこの詳細自体がちょっとわからんので、これに関しては何とも言えないんやけど、誘いを断ったからああだこうだ言うっていう FC であれば、まあ、少なくとも自分の FC では見たことないし、うちの場合はやるのもやらないのも自由やから、なるべく断りやすい環境を作るっていうのを意識してるから断られるってこともあるし、別にそれがダメだとも何とも思わないし、おのおの遊びたいことがあるからそれ優先的に遊んでねっていう声かけはしてるんやけど、まあ、他にもそういった FC はあると思うから、まあ、全部が全部そうではないと言えるってことは間違いないんで、まあ、結局はそのマスター次第というところであるんですけど、ただねこれ少人数の FC だとよりねこういったこと目立ってしまうっていうのがあって、例えば8人のフリーカンパニーでこうみんな仲良くしてる中で1人だけ反応が薄かったり、あんまり接触がないとこう目をつけられてしまうっていうことは考えやすいと。ならば大人数の FC はどうだろうっていうふうに考えると、まあ、例えばアクティブがね常時30人ぐらいいる FC とかで1人の反応が薄くても、これねたった1人だから別に対して気にならなくなるわけ。まあ、これに関しては人との交流をどこまで求めるかで変わってくるから、質問主のようにある程度ドライに遊びたいんであれば大人数の FC がちょっと向いてるなと思うところ、あとはね FC を探すときは募集文とかをよく見ること、まあ、ゲーム内で声かけれるとかだとねちょっと特徴はつかみづらいとかはあるんやけど、例えばねロードストーンのコミュニティファインダーとかで募集いっぱい出てるからね、そこの募集文をしっかり読んだりすると、まあ、そこにね交流をベースに方針を書いてるってところもあるし、逆にドライにしておのおの好きなことを遊びましょうっていうふうに、まあ、うちみたいなところもあったりするし、まあ、あとはね禁止事項とかも定めてるところもあるから、それを見て合いそうだなっていうところをよく吟味すればいいかと思います。意外と自分が合う FC を探すには禁止事項が大事だと思ってて、まあ、こういうことあったからこういうこと禁止だよねってちゃんと定めてるところは、逆にそれに関してはやめとこうって動ける人たちがいるわけやから、方針も大事やけど禁止事項をちゃんと書いてるところは意外と自分に合う FC を探しやすいっていうのも覚えておくといいと思います。そして FC よりクロスワールドリンクシェード方がラフですかってことなんですけど、まあこれに関してはね結局のところそれぞれのコミュニティによるっていうのが答えなんですけど、まあ確かにねある程度特徴っていうのはあって、クロスワールドリンクシェルは気楽やけど声かけの頻度はやっぱりこっちの方が多くなるっていう傾向があって、ただクロスワールドリンクシェル自体は一気にこう盛り上がる時は盛り上がるんですけど、長く続かないっていうことがね多いから、太く短くっていう感じで、逆に FC は仮にも脱退するのも一手間になることから、ある程度は長くいるっていうことが多くて、時折声かけあったりしてメンバーとの交流が徐々に深まって、長くいるほど居心地は良くなってくるから、長い目で見ると FC で声かけをして遊ぶ方が細く長く遊べるって環境は作りやすいと言えます。まあなんだかで言ってもやっぱりね最終的なとこは所属したコミュニティにもよるって話やから、結局のところどっちもどっちで、所属してみてそこに本当に自分が合うかどうかはやってみないとわからない。まあ、例えばこれがコミュ力があって周りに合わす能力があったりとか、誰とでも遊ぶよ何でもいいよっていう人はどこの FC でもある程度環境は対応できると思うんやけど、質問主のように自分で何かやりたいって意思があるんであれば、自分でマスターやってみるのが一番合う気がするかなと個人的には思ってます。例えば FC を作ってみて、そこのルールに時々声をかけるくらいの集まりだよみたいなことを書いとけば、それに合わせて人が集まると思うんで、ある程度望む環境は作れると思うから試してみてください。それでは次のテーマいきましょう。マスター不在の FC の脱退手順、質問読み上げます。トラジオさんに FC 絡みで質問です。2ヶ月ほど前にリムさんのグラカン前でナンパをしてもらい、もともと FC 加入を考えていたので、そのまま体験の形で参加させてもらった FC の新人です。最初こそメンバーの半数ほどは時々インされているのを見かけていましたが、時間経つにつれてインする人がいなくなり、今ではマスターさんが30日近く、私をナンパしたサブマスさんに至っては60日以上もインされていません。他メンバーも似たような感じで挨拶すらしたことない方もいるくらいです。 FC として何か活動しているかといっても何もなく、テレポ割りなども発動しておらず、違う FC を探そうかなと思っているんですが、脱退する時の挨拶はどこにしたらいいのか悩んでいます。 SNS などのつながりもなく、インされていないのでテレも飛ばせず、かといって無言で脱退は失礼だと思い悩んでいます。また何季節でもアクティブな FC というのは加入前にわかるんでしょうか。そのようなポイントがあれば次の FC を探すときに気をつけてみたいので教えてくださいということで、これに関しては無言脱退でいいと思います。そもそもね運営陣が1ヶ月いないってことは、まあ、そこまでモチベーションがないのか、なんかまたアップデート来たらやろうっていうくらいで、ゲーム内容を遊ぶだけでとどめるって感じだと思うし、多分そこまで思い入れがないか、下手したら質問主のことを覚えていないっていう可能性もあるんで、気にせずに脱退してもいいと思います。まあ、これは俺の個人的な話なんやけど、
加入して間もないメンバーがすぐに1ヶ月以上いなくなったら、多分ね、名前覚えられる自信があんまりないってことで、どうしてもね連絡入れておきたいんであれば、マスターもしくはいずれかの FC メンバーとフレンドになっていればモグレター送れるからね、それでメッセージを残しておくっていうだけでも十分やと思います。 SNS に関しては、まあ、個人の情報とかもあると思うんで、無理して連絡しようとしなくてもいいとは思います。さすがにね1ヶ月放置しといて、脱退したことをああだこうだ咎めてくるっていうことはできないと思うし、まあ、いつでも自由に抜けてしまってもいいでしょう。でこれね、無言脱退が必要になるっていうパターンはマスターやサブマスターも常時ログインが多かったりして、その中で何も言わずに抜けるっていうのは、まあ俺個人としてはねいいとは思うんやけど、他のメンバーもたくさんいる中の状況やと、何が原因で抜けたのか分からずに残ったメンバーが不安になるっていう場合もあったりするんで、失礼云々よりも誰かしらに不安を与えてしまう可能性があることの方が問題なんで、まあそういう場合は声かけた方がいいっていうのはあります。次に、凪節でもアクティブが多い FC っていうのはユーザーイベントとか交流に力を入れてるところです。コンテンツ遊ぶだけなんであれば旬の時期が終われば廃れるし、まあ、礼式とか行く人が多いところであれば、まあ、消化終わればやることなくなるっていうのはあります。なのでロドストとかで探すときに、規模がある程度大きいところと、まあ、交流手段がどんなのあるか見るといいかもしれません。数字を指標にしたいんであれば、ロドストにあるフリーカンパニーランキング、あれはカンパニークレジットを稼いだ数字でランキング化するもので、各サーバーごとにはあるんやけど、そこで所属サーバーを選択して今の凪節みたいな時期で上位に来てるって FC であれば、まあ、それだけ何かしら人が動いてることやから、これぜひ参考にしてください。はい、まだまだ次のテーマいきますよ。 FC の体験加入とは、質問読み上げます。最近始めた非観戦ですが、 FC マスターをやっています。募集をしていく中で気になったんですが、多くの人が言う体験加入とはどういうことなのでしょう。別にゲームなのでいつでも辞めたい時には FC は辞めれると思うんですが、なんか特別な意味があるんでしょうか。純粋に疑問でしたんで質問させていただきます。ってことで、まだ冒険始めて間もない方で FC マスターをやってることで、これぜひ頑張っていただきたいなと応援するとこではあるんですが、体験加入についてはね、これね自分もね、この質問主と同じような感じでね FC マスターをやってたんで、体験加入最初作ってなかったんですけど、いざ作ってみると結構必要やなって思うところはあって、まず体験加入っていうのは、言葉の通りいつでも辞めやすいようにっていうので、辞める側のための手段と既存のメンバーに誤解を与えないようにって効果がまずあると思ってて、仮に最初から本加入した場合、人によっては入ったばかりで抜けづらいって話もあったりするから、そういう人のために抜けやすい選択肢を与えるっていう効果もあるし、 FC 側も何かあった時にクビにしやすいっていうのがあります。あとは体験っていうワンクッションを置くことで、仮に合わなくて抜けたとしても、他の残ったメンバーたちからは、ああ合わなかったんだねってね、これ一目見たらもう分かるってことなんやけど、これが最初から本加入してすぐに抜けていったとしたら、なんか理由があったのかなとか、なんか手違いでも起きたのかなとか、いろいろ憶測が生まれてしまって、まあ、そういったことを考えるのも面倒になるから、そういうのを防ぐ効果があると自分は思います。あとはね、権限の問題とチェストのアイテムの持ち去り事件を防ぐためでもあるし、どういう人間か見定める期間でもあると、最初から本加入して仮にカンパニーチェストを漁る権限がついていたとしたら、中身持ち去ってすぐ抜けていくっていう悪質プレイヤーもいたりするから、そういう事件を防ぐためでもあると。でそうじゃなかったとしても、この人本当にうちに入って大丈夫なのかなと見定める期間でもあるんで、体験加入っていうのはどっちかというと FC を守るために用意しているっていうところが意味合いとして強いと自分は思ってて、実際問題体験加入というのを用意しております。まあ、自分はこんな感じなんで、なんか参考にしてもらえれば幸いです。それでは次のテーマいきましょう。支援者 FC でうまくいかない人、質問読み上げます。こんにちは、トラジオさん。争点突入前に F14 からしばらく離れていて、漆黒の時リターナーとしてエオルゼアに帰ってきたんですが、支援者 FC に入りませんかとテルが来て、お試しから正式メンバーとして加入させていただいたんですが、そこでは毎日レベルレをやっていて毎日参加しました。 DPS なのですが、昔のダンジョンのギミックを忘れているところも多く、ミスをしてしまいました。マスターは気にしないで笑と言ってくれましたが、しばらくするとマスターから、また死んだ笑、もう死んだの笑の一言を毎日言われるようになりました。他の初心者メンバーさんにも申し訳ないんで、コンテンツファインダーで潜ったりしてました。ミスも減りました。この FC には自分には合わないのかなとも悩み続け、リターナーイコール介護必要という書き込みを読み、14自体を休止してます。リターナーに対してトラジオさんはどんな声をかけますか、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ14休止中ってことなんですけど、もしまた戻ってやるようなのであれば、まあ、そこの FC は空気が合ってないんで、さっさと抜けてください。多分ね、そこの FC のこの周りの目を気にしすぎて、かえって負担になって失敗してると思うし、まあ、支援者 FC が合わないっていうのはありがちなんで、遠慮せずに抜けるといいでしょう。あとリターナーが介護必要っていうね書き込みをどこで見たのか、これちょっと分かんないんですが、
多分ね匿名掲示板とかどっかのまとめサイトかもしれないんですけど、まあ、そこに書いてるような情報を見て FF14 をやめるようなら別にねそのままやめてしまってもいいとは個人的に思うっていうのもやっぱりね無理していやいやゲームやるもんでもないと思うわけよ。で最近のこの手の話ちょっと引っかかるのがまとめサイトにあるからとか匿名掲示板に書かれていたからとかそんなどこぞの誰が書いたようなもんわからない個人の感想と感情憶測にデマを書いてるところの情報を見てあたかもそれが自分のことだと勝手に思い込んで勘違いして勝手にダメージ受けるって人いるんやけどそれって君そもそも関係ないよねって話ばっかりやからもう気にすんなって話で、トラジローはリターナに対してどんな声かけをしますかっていうとリターナやから特別なんか言うってことはありません。まあ、例えば FC の身内の集まりだったらあー花咲いてるねぐらいな久々だねぐらいの声かけはするけど別にそれ以上もそれかも何もないっていうね、感じなんですが、まあ、自分はねこの表面上のマークっていうのをそんなに1ミリも参考にしてなくて、まあ、リターナだろうが若葉だろうが、まあ、仮にメンターだろうが関係なしでその人はその人仮にコンテンツ中であればその場の状況を見て判断するから、まあ、よく戦闘不能になる人がいるんであれば蘇生は入れるし何度も何度も失敗するようなら大丈夫みたいな声かけはするとそれだけの話少なくとも今回の話にあるようななんか毎回毎回煽ってくる人がいるところでは遊ばない方が快適なのと支援者 FC と歌っているところは何かしらのトラブルが起きやすい傾向があるんで普通の FC を探す方が気が楽かもしれません。もちろんね全部がそうとは言わないしちゃんと支援を目的としている素晴らしい FC もあるんやけど支援を目的としているがゆえにルールが厳しかったりとか言う通りにしないと何か言われやすいっていうのはこれ実際にある話やからその辺自分が何を求めているのかとプレイスタイルがどれに合うのかを改めて考えて FC 探しをされるといいと思います。それでは最後のテーマいきましょう。輪に入れないメンバー質問読み上げます。こんにちは、いつも動画拝見してます。これは自分の思っていることと考え好きなことなのかもしれませんがコミュニケーションのうまい取り方が分からず FC でも気づけば自分や他の方へのログイン・ログアウトの挨拶だけを返すだけの人になってきました。 FC メンバーのフレンドさんとかが FC ハウスに遊びに来てたりまた FC メンバー同士の会話で〇〇ゲームは面白いよねって話題で自分も最近始めてみましたという会話も無視というか悪い言葉では言いたくないのでオブラートに言うとあまり聞いてもらえなかったなって感じです。なので FC メンバーのフレンドさんが来てて自分が邪魔になったらあれなのでどこかにテレポして何かしやってるんでゆっくりしてくださいねって返してそのフレンド連れてる FC メンバーからは気にしなくてよかったのにとは言われるものの自分から遠ざかったり FC のチャットも挨拶だけして黙ってみるだけで自分関わらない方がいいのかなと感じるようになりました。別ゲーのフレンドから紹介された FC なのでその人の顔もあるんで FC を抜けようとか抜けれないみたいな感じなんですが FC の皆さん邪魔になったら嫌なんで適度にホームワールドにはインするっていう FC ルールを守る以外では別の DC で遊ぼうと思ってます。最近は全経験値2倍になる優遇サーバーにサブキャラを作って遊んだりメインキャラもいろいろな募集が立つマナーに滞在させている状態です。仲良しのグループというのはどこにも存在すると思いますがその輪の入り方とかどうやったらその輪に溶け込めるのかまたトラジオさんはそんな時どうしてるのかいろいろ聞いてみたいです。これは自分の考えすぎ、心配すぎなのでしょうか。まあ、この質問の流れを見る限りは考えすぎというよりかは沸点が低すぎないかって話で、まあ、話の内容を見る限りちょっと相手の反応が悪かったから拗ねたっていう風にちょっと見えてしまった。これちょっと申し訳ないけど見えてしまった。ってことでせっかくなんでマスター視点でこう本音を語っていこうと思うんですがこれねごめんちょっと申し訳ないんやけどあえて言うよ。あえて言うからねあんまりちょっと深く考えないんでほしいんやけどこういうのが一番めんどくさいっていうのが一マスターの意見。マスターだからそういうのは言わない方がいいっていうのはなしよ。マスターだとしても一人の人間、一人で考えられるキャパはあくまでも同じ一人の人間なんでそこまで万能ではないし同じように悩む。だからただの一人の人間でしかない自分に聞かれたとしてもそんなの知るかって話になってしまう。しまうんやけどここが違うのが FC マスター。そんなメンバーのために何かできることはないかとやっぱり一生懸命考えるし自分の FC 内での経験から何かできることはないかと面倒だと思ったとしても必死に考えます。トラジオ自身もこれでの質問にいくつも答えてきましたけどどの質問もその文章の中に答えが出ていることがほとんど。グループに入れない、馴染めない、自分が考えすぎなのか、まあ、そういうことをね思って質問一生懸命書いてくれたと思うんやけどもうすでにこの質問の中に明確な答えが出てるんよ。最初から自分で輪に入れないことを決めてしまっているっていうことで、これ質問を振り返ってみると自分から遠ざかったり FC 挨拶だけして自分から関わらないようにしている、自分自身でもう力ない方がいいって思っているんであればその通りの行動にしかならないわけで結果もその通りになると。
自分の今の環境を作るのは自分の日々の行動やと思うから、文章を見ると他責にしてしまいがちなんやけど、一番の理由は自分にあることがやっぱりほとんど。それにこの程度に多いのは、ちょっとしたことでも自分が勘違いして勝手に決め込んでしまっているということ。これは心理学でも輪に入れないときにどうしてもこうネガティブに考えてしまうっていう傾向はあるんですが、今回の話を深掘りしてみると、自分の発言をスルーされたかもしれないって感じやけど、たまたま会話の切れ目やったかもしれないし、裏でボイスチャットしてて反応が悪かったかもしれないとか、もしかしたら離席してたのかもしれないなど、まあ、何かしらの理由があったかもしれないと。でチャットの向こう側なんて何してるか見えないから、チャットは適当っていうくらいで捉えておくと good。 質問主の行動もちょっとやっぱり相手に求めてるっていうところが強く見えて、自分自身を見ていないというふうにも感じられるんで、この辺ね、他人任せにするんじゃなくて、自分にも何かできることがあるのではないかと、一個でもいいんで、まあ、自分を見つめ直すことからすると今の状況は改善できると思います。あとね、よく輪になじめないって話もやっぱりあるんですが、実はね、そこにいる人たちは自分たちが輪になってると思ってないってことが多かったりして、単にコミュ力のある人が声を掛け合って、それに一緒に行く人って感じで声掛け合って、まあ、そこに乗っかるって人が多いっていう状態があるから、質問にしも機会があればね、そこに乗っかるっていうだけでもいいと思います。そっからね、何かを一緒に遊ぶことでコミュニケーションが生まれるきっかけもあると。あとは長くいるってことも実は大事だったりして、長くいるだけでこの人どういう人かなってある程度分かってくるんで、そっから縁があって何か一緒に遊ぶってこともあったりします。結局のところ、ここで言ったとしてもやっぱり自分の FC マスターに質問するのが一番良さげだと思ってて、その FC のことはその FC にしか分からないから、もしかしたらそのマスターに立ち回りを教えてもらえるかもしれない。ただ最初にも言った通り、マスターもただの人間、質問主自身に起きていることが本人にもわからないのに、他人がどこまで理解できるかっていうのは期待値は低いと思っておいてもいいでしょう。とはいえ、少なくともこの質問箱に投げた時点で一歩前進、次に向けて何を行動したらいいか見えてきたと思うんで、そんな感じで試す感じでちょっとずつ進めていけば何かしらの答えは出ると思うんで、よかったら試してみてください。はい、それでは今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。よーそろー。